りの人は日本で一番テレビを見ている。秋田は美容室理容室の数が日本一。岩手県人日本で一番豆腐を食べる。宮城県はイカの塩から生産量が日本一。山形県は日本で一番ラーメン食べて睡眠をとる。福島の人は日本で一番納豆を食べる。長野県は博物館の数が日本一。栃木県は餃子の消費量日本一。茨城県民日本で一番蕎麦屋に出かける。千葉県は日本で一番ゴミの分別にこだわっている。群馬県はモロヘイヤとダルマが日本一。埼玉県は日本で一番晴れの日が多い。山梨の子供日本で一番習い事をする。新潟県は消防車の数日本一多い。富山はお尻を洗うトイレの普及率日本一。石川県人日本で一番和菓子を食べている。福井県はメガネのフレーム生産量が日本一。神奈川県はパソコン普及率日本一。東京結婚してない人の数が日本一。静岡県は一月の米代日本一。愛知県は歩道橋の数が日本一。岐阜県人は日本で一番喫茶店にお金を使う。三重県は携帯電話を持つ率が日本一。大阪からプロ野球の選手日本一出てる。京都じゃ日本で一番漬物を食べる。滋賀は日本で一番国内パック旅行に行く。和歌山県にはパンダが6頭日本一。兵庫県民日本で一番パンを食べる。肉も食べる。奈良県の家庭は日本で一番ピアノを持っている。岡山県は日本で一番雨の日が少ない。広島県人日本一コーヒーココアを飲む。鳥取県人日本で一番軽自動車に乗る。島根県は老人ホームが日本一多い。山口県は都会に出た子供に仕送り日本一。香川県民日本で一番結婚をするのが早い。徳島県人日本で一番エアコン持てる。愛媛県は日本で一番家賃が安い。高知県人日本で一番酒を飲みに行く。福岡県はタンスの生産量日本一。佐賀県は日本で一番映画館の数が少ない。長崎県人日本で一番タクシーに乗っている。熊本県人日本で一番献血をする。大分県は干し椎茸が日本一取れる。宮崎県人日本で一番スポーツをする。鹿児島人口に対してパチンコ屋の数が日本一。沖縄県は日本で一番離婚をする。率が高い。北から南日本全国47